スライムがいるね。フーレ聖職者になったのであればもうそれで OK なんですよ。まずはこちら側の壁を仕上げましょうよと。あ、いた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 、ありがとう、待ってたよ。はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。やってまいりました。前回ね、あちら作らせていただきました、ああいうモニュメントやっぱ作らないといけないんだけど、やっぱり出てこないです、僕一人では。このアイデアも公開収録でね、見てくださってる皆様からいただいたアイデアでございます。こちらチャンネルは年末年始の謎が覚えるちマインクラフト動画をお届けし、見るためで配信しまくっている私マグニーが運営するマグニーゲーム実況本館というところでございます。では、本日もやってまいれば、ショータ。ここ最近ではね、倉庫がこうなって、まあまあアイテムの管理がしやすくなったなっていうのはあるんですけど、まだまだここが片付いていないから、まあ、ここもねやっていきたいところではあるんですけれども、トラップタワーをね放置した時にですね、やっぱり出てくるものを、エメラルドに変えていく手段として、彼らが存在しております。ここはまあ鉄だからね、ババッとやれるんですけど、ここはまあ木材だから、木材かなと思いきや糸なんですね。でここは石をエメラルドに変える役割を持っている。プラス石食って便利ね、クォーツとかこのテラコッタとかをゲットできるからすごく便利なんですね。建築を今後やっていこうというと、お前建築早くやれよ、やる、必ずやる、ちょっと頑張る。ちょっと最近無理がたたってきてるところあるから、ちょっとそこを気を引き締めていこうと思う。なのですまない、でも建築は必ずやる。おいで、トラップタワーの話に戻るけれども、ここにゾンビーフね、ゾンビーフを変える、人たちをこれ連れてこようっつって、それ実はまだ途中で止まってんだよね。なので、まあ、そのあたり進めていこうかと思います。まずは連れてこ、連れてこ、もう聖職者になったのであればもうそれで OK なんですよね。あそこ何人置けるんだっけ。6人、6789、そうだな、6人置けるから、今2人置いてあった状態なんで4人今最低で4人かん4人5人かえいや4人か4人、4、5、5人か、うん、5人は最低連れていける感じかな。今気づいた、みんな失職してた。もうこれこんなにいらねえんだよ、失職しろみんな、持っていくわもう。ってことで、東大村で生まれ育った優秀な武者、今5人ここに連れてきました。よーし、じゃあ連れて帰ろう。これで聖職者はですね、私が、目標とする、人数がですね、向こうに入ることになります。それぞれにはしっかりと、邪魔だな、あここにめっちゃ邪魔じゃん、どうしようかな。守護霊もここ来ちゃったじゃん1人。これでまあ5人揃って、まあ一旦そうだな、あとでトラップターン見に行こうか、もしかしたらまだ残ってたかもしれない、どうだろうな。トラップタワーにある物資持ってきてもいいしね、それも大事な作業の一つだからね。えいしちゃったね、こうするでしょ、こうするでしょ、ああ入った、ほいで、あんたは？あ、動かないね、意地でも動かない感じの、はい、あら意地でも動きませんね、ハーフブロックの上だからかな。ちょっとあえてこっちに連れてきて、今ちょっと解放してみましょう。あー入った入った入った、本当は向こうで取引して連れてきたかったんですよ、本音ですけどね。ああ詰まない、君ここのアイドルとしてダメかな、人数にカウントされちゃうかな、アイドルができちゃったよ。これやね、効率のいい、法律のいいツルハシがだから故に起こる悲しき、事件でございましたね。せ
っかく5人連れてきたのに、また一つ欠員が出てしまった。おやす、あの村人はあげられないだろう。で、下の子をそのままにしとくね。この高さ、こんだけ高さ違うと多分別の村の人だと認識すると思うんですよ、と私は勝手に思っております。よいしょー、こんにちは、やってまいりました。そっと、あ、なるほど、そういうことね、そういうことね、火薬と骨ね。あ、なるほどね。じゃあこれ持って帰ろうぜ。骨もう仕分けられ、もう仕分けれるからね、この骨たちを。じゃあ次は火薬で、あと矢。はい、じゃあゴミ箱オンにして、矢だな、矢は全部捨てていく。もう手で入れるもう手で入れちゃう。よくわかんないね、ここ入れちゃう。また後で整理するね。骨、あ、骨がついに次のチェストまで来たね。どうしようかな、やっぱ骨粉使った何か考えた方が良さそうだな。もう釣りファームぐらいしか思いつかないんだけど。釣りファームか、あー、あ、そうか、あと染料集めか。染料集めもぶっちゃけそんなにいらないもんね。なんか、やっぱ釣りファームかな。釣りファーム作りたくねえんだよな。まあでもこれを使ってね、兄弟のみんなにね、木をたくさんね、植林してもらって稼ぐってのもありだから、まあ様子を見よう。はい、皆さん、ついに、今からはですね、成果物の方に移りたいと思っている。この氷塊が全部必要になってきますよ。全部だとちょっと余るかな。今回はネザーの中の作業になりますので、弓は必ずや用意しておいてください。どうしようかな、こっちだな。ネザー要塞までのトンネルを完成させたいと思っております。じゃじゃーん、危険な香りしかしない。こういう感じで置いていくんだけど、どうやって置いていくのが早いかなとは思ってる。こうやってね、もう完全にちょっとずつ設置していくのか、もうまずはこちら側の壁を仕上げましょうよと。で、左右の壁まず仕上げて、でそこからやるのでもいいんじゃないのかとか、うん、まあ、いろんな方法があると思うんだよね。一箇所からやっていくのが早いかな、こうやって。あ、現れたか。どこだ、どっちか。何より天敵、こいつ今頭ポロンって。頭ポロンってかわいそうなことになったけど。危ない、気をつけないといけない。このカーブ。カーブ気をつけて。こうやって調子乗って置いてたら落ちちゃうぜ。わざとじゃねえよ。わざとじゃねえよ。半分わざとだよ。悪い男だに。待ってね、あの人たち、まずちょっと、処理するわ。ちょっと、骨よ。骨今当たっただろ。あれ？骨今当たったろ？あれ？あいつつけてんの？まだ向こう。当たった。ここで取っちゃうの。いや、ここで取っちゃったわ。危険だぜ。むっちゃ湧くやん。やっぱさ、湧き潰しいるよね、これね。ボタンでのボタンでの湧き潰しいるんじゃない？めっちゃ湧くな、このスペース。怖えー。よくこれをさ、エリトラもなくやってたなって今思うわ、自分で。うん、偉いねって。よくやってたねって思うわ。はい、置けました。多分こっちの格好、これ全部置けたんじゃないか。置けたと思います。はい、いいね、いいね、いいね、ベリーグーだね。もう湧き潰しまでは今回一旦視野に入れないですけど、あれどうやりだすと大変なんだ。
はい、こんな感じでね、設置していこうと思いますので、じゃあここからは、早送りでいきたいかなとも思ったんですが、そうですね、それはちょっとやめとこうかな。置いてきますよ。さっきの方法で置いていけると一番ベストなんですけど、こういうことでね、まずは下を設置していく。飯を食う、下を設置していく。うわー、めっちゃ早いやん、置くの。あ、すげえ、もう手元に氷塊がもう全然なくなってますね。よし、で次ね、上なんだけど、ここを置いてくのはもうこれしかなくない？曲がってから先をちょっと早送りでね、新人カメラマンの映像でお届けしようと思うんだけども、こう上の置き方ね、こうやってエイムしながらだとみんなが酔っちゃうんだけど、この方が早いんだよな、スピードは。てて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 、よし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 、まあしょうがない。一番もガスト邪魔にならないようなタイミングでガストの声聞こえてきたやん。大丈夫、上から撃ってこいよ、ちゃんと。いやいや、上から撃ってくんなよ、上からよ、上から撃ってくんな、上から撃ってくんな、ほいよほいよ、上から撃って、チャンスじゃん、今すぐそこにいたじゃん、チャンス。よし、ばっちゃん、ダメなの？すぐ、これもうすぐ下にいそうだな、これすぐ下にいそう。あ、いた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 、ありがとう、待ってたよ、ちょっとこっち来て、さあさあさあ、はい、お疲れ様です。ダメダメ、あれはダメだ、あれはダメだ。さあ、曲がり方までやってまいりました。まあ、ガスティがいますけれども、一旦、ここからちょっとまた早送りちょっとお届けしましたけれども、さらにですね、これそうだな、早送りをお届けしようかしら。皆さん、終わると思ったんですけれども、足りない、もうこんだけ、あんだけあった氷塊、もうこんだけ、ボートで帰る、ティーティティン、ティー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 、早っ早っ、いやマジで早、エリトラよか早、まだ余ってたと思うんだけどね。出せ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 、おお残ってた、まだまだ残っておりました、これは救世主です。あ、まだ全然残ってました、よかったです。さあ決めてまいりますよ、ラスト邪魔すんじゃねえぞ、参ります。ティ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 リリリティ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 
ティリティティリ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 ティガール。お邪魔します。やばい。中に湧くんじゃねえってばさ。ついに要塞への道が安全に囲われました。これでまあスケルトンと出会うことはあるけれども、誰でも、今後海賊団が来てくれても誰でもすぐにですね、このボートさえあれば、たとえスケルトンがいたとしても、スケルトンは私の存在にすら気づけませんでした。トンネル完成。やったぜ。あの兄弟の海賊団のみんな、今日こうやってほらスケルトンこうやって負けるから安心して。ただ敵がいたとしたらよ、長い距離ね、敵がいたとしたらよ、まあいないね、いてほしい時いないね。またよくわからない文章を書いてしまいました。氷を引いた6日から、約10日、15日後の完成を見ました。ありがとうございます。これまたそうだな、ここの湧き潰し兄弟にやってもらおうかの、あのボタンを置いていくってやつね、それありかもしんないね。このボートで端っこまで行くのとエルトラで端っこまで行くの、どちらが早いか選手権、レディーゴー。さあボートでこの壁にパシッと当たるまでね、この直線だけ壁にパシッと当たる瞬間、さあどうだ、ちょっと今ラグがありました。ドン。Hold on.